どうも、こんばんは、しむやかです。そいそしおゆです。はい、ということで、ラジオだせです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ゴールデンウィーク、真、ま、っ盛り。真っ盛り。どうですか特にゴールデンウィークらしいことも、まあ別に関係ないですから。基本、的に働いてるわけじゃないんで、特に。ゴールデンウィークだなーっていう感じは。あ、でも、 昨日ですね、昨日ちょっとあの、高速道路に乗ったんですけど、あの、用事があって出かけて、車で。それで、ちょっと道路は若干やっぱ混んでましたね。途中サービスエリアに寄ったんですけど、飯食うために。うん。めちゃくちゃ混んでましたね。まあ、そうやな。うん、やっぱゴールデンウィークだからな。なんで、あの、出かけたかっていうと、うん。ブースの通販やってて、CD の。それがなんか100件ぐらいたまったの。はい、そろそろ発送作業せなあかんなと思って。だからブースって便利なもんで、QR コード。 さえ読み込ませれば、ヤマトで勝手に送り状が発行されて、荷物に貼るだけでもう送れば、匿名で、お互いの住所を知られることなく送れると。ほそんなんあるんや。そんなんがあんねそういうサービスがあるから、それを使って送ろうっていうので、えー、ヤマトの営業所にその大量の CD を持って、そもそもさ、ブースってさ、倉庫に置いてもらえるんじゃないの置いてもらえるけど、金かかるのよね、倉庫に置いてもらうのと。あと時間かかるのすっごい。なっかいねい。なるほど、なるほど。今すごいなんか遅れてるらしくて、1ヶ月ぐらいかかるから。はい,はい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 、他の人が、 混んでて。そう。みんないっぱい倉庫にお願いするんやろうな。ああはあ、でもまあ数もまあまあそんなめちゃくちゃあるわけじゃないし、自分一人でいけるかと思って。100やろうん。なかなか大変やろ。めちゃくちゃ大変やったわ。<laughs> いけるやろって思ってや,やったらめっちゃ大変やったわ。<laughs> 丸二日ぐらいかかったわ。全部やるのに。まあ送りが QR コードで済むとはいえ。 いや、それさ、注文見るやん。注文の内容見て、CD。まあ、例えば、A、俺は負け犬はどこにも行けずにっていう今回のやつと、前のやつもあるのよ。何者にもなれなかったっていう。うん<お>。負け犬だけを頼む人もいれば、前のやつ何者にもなれなかったを頼む人もいるし、二つまとめて頼む人もいると。うん、はいはいはい。だから、一個一個の注文を見て、で、この人は、あ、注文番号何番何番の人は、えーと、負け犬だけ。注文番号何番何番の人は、えー、両方みたいな風にしてやる作業、超大変やった。間違えそう。<laughs> めっちゃ怖い <laughs>。 間違ってるんじゃないかと思ってめっちゃ怖い。めっちゃ大変やった。それもなんか、マトの営業所の人ふ、二人と俺一人で、なんか、三人体制でい。はい,はい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 。流れ作業みたいな、ライン作業みたいな風にして。あ、じゃあ次これですね。はい、じゃあ次これ。はい次これみたいな風にして。めっちゃやった。すご。クソ迷惑やったやろうな。迷惑じゃないのか、慣れてんのかなそういうの。ま、業者が来ることもあるやろうから。うん。 で、その、やってる最中にさ、<人>他のさ、はい、普通の人も来るわけ、ヤマトに。あのは,いは,いはい。全然関係ない普通の荷物出すにいるっても結構来るわけ。で、印刷する、その、送り状印刷する機械が一個しかないから、その人もやるし、俺もやるから、ごっちゃになんね。で、それで一回なんか、全然関係ないシールを貼っちゃう事件が発生して、あ、これこっちじゃないですね。あ、あ、あっていう風にして。<laughs> それはお前関係ないけどね。ヤマトの人がちょっとヤマトの人がパニックってた。ヤマトの人がめっちゃパニックってたで。<laughs> なんかそういうのしないとこやったんかな。なんか、ちっちゃい営業者だったから、 ああ。慣れてない、慣れてないのかななんで車でわざわざいそこまで行ったのあの、自分の家の近くの営業所だと、最寄りの住んでるところがバレんね。ああ、はいはいはい、はい。あの、番号。番号を探したら、どこどこの営業所から受け取って、どこどこに送りますっていうのが一発でわかるから。はいはいはい。一番近くの営業所だったら、だいたいこの辺に住んでるなっていうのがバレるから。あ、ちょっと遠でした。ちょっと遠でした。ちょっとでてか、だいぶ遠でしたけど。なんかちょうどいいところ。<laughs> 探して、そこ行って。でかいとこ行けよ、せっかく行くなら。いや、あのね、インターチェンジの近くがいいと思ったの。高速使って降りて、すぐ入れるから。ああああそしたら思ったより大きいとこじゃなかったまあまあ大きかったけど、なんか普通、昔ながらの営業者やってん。電話で確認みたいなせんかったんや一応、確認したよ。<laughs> ああ、じゃあじゃあじゃあ。行けますと。あの、来ていただいて全然余裕なんで大丈夫なんで、ああ <laughs> ぜひ来てくださいみたいな風にして、すごい、いい感じの対応やったから。 余裕ちゃう <laughs> 余裕ちゃう。で、その話、行き渡ってなかったなんか、あの、先ほどお電話したもの、先ほど電話させていただいたものなんですけど、ちょっとあの、ネコポスっていうので CD をこう、100件ぐらい送りたいんですけど、えぇ、ー、みたいな。ああ,あ、ちょっと、ちょっと、あ,あ待ってくださいね。あ、えっと、じゃこここうしてみたいな風になんかスペース作ってもらって、バタバタした。大変やないや時間かかったなそれもまた、すっげえ大変だった。やっぱ、100件って結構なめてたわ。数あったわ。それが大変でしたねまあでも、しっかりお金入るんやろ入る。よかったよ。 それは良かった。まあ、そのと、だから頑張れ、だから頑張れたみたいなとこある。思ってたぐらい売れたんいや、思ってた以上売れたな。お良かったよ。うん。売り切れたいや、売り切れてないけど、うん。前回と同じ枚数だったら売り切れてるぐらい。まあ、前回より量を増やしたから、<ー>どうせ余ってもなんか通販に置いとけばいいやっていう考え方で、多めに作ったから。残りは、じゃあもう、場所に置いとくんや。倉庫に入れていてもらおう。置いとく、置いとく。ね、ある程度なんか売れたら自分でまた発送すればいいから。ええ倉庫に置いとかんの倉庫に置いとかん。 ああ。自分でやるよ。暇やな、お前。<laughs> <laughs> そんないや、今回は、にに今回ね、100個ぐらいあったから、超時間かかったけど、うん。1>, 1個2個だったら、ファミマとかでもできんの。ファミマで、あの、ファミマのファミリーポートを使って、あの、送り状出すことも簡単にできるし、うん。大変なことをまだ続けんねんな。俺ならもう、やりたくないってなっちゃうな。大変大変やったから、やりたくないで、本当は。だから俺をなら倉庫に入れちゃうけど。ええー。そんな取られんの ああ、まあ、結構取られるな。いや、手数料もそうだし、なんか送料もちょっと高いねんな、うん、倉庫から発送すると。ほ、はあ、佐川警便の発送になるの、倉庫からだと。売り切れるまでそれ続けるってことうん。注文ちょっと入るたびに。そう。うわお前そんなできるんや。すげえな。<laughs> めんどくさくて知らないと思うわ。<laughs> いや、別にめんどくさいよ、俺だって。俺だってめんどくさいよ。いや、でもなんかね、やっぱこれ俺の特性やと思うんだけど、うん。いっぱい CD があるやつが売れると減ってくわけやんか。 それが気持ちいいねんな。どんどんなくなっていくのが、あ、どんどんなくなってって、どんどん綺麗になっていくなっていう達成感じゃないけど、なんか、あすごい売れてる、あ、あとちょっとやっていうワクワクか。ああ<ー>、なくなりそう。お、やった。え、でも分かってんねんな。うん、数は。もちろん,ん,ん、うん、最初からどんだけ売れて、どんだけ残るかみたいなことは。分か,分かってる。分かってるけど、あの、目に見えて減っていくやんか。う<ー>それが気持ちがいいから。そうか。<laughs> それのおかげでやれてるな。 すげえな。俺もう目が円になって終わりや。は <laughs> <laughs> こんだけ売れたらシャキーン。<laughs> それもあるけど。あ,あとあれ、あの、ヤマトでさ。うん。お手洗い借りようと思って。お腹痛くなったから、作業中に。うんうすぐから痛くなるな。す,すぐ払いたくなったから、ちょっとお手洗い借りてもいいですかって言ったら、ないですって言われたの。うんうんうん。え、じゃあどうしたらいいですかって言われたら、結構離れたところにあるコンビニのトイレを使ってくれって言われたわけ。うん。えっと思って。なんで え、だって、だって絶対あるやん、トイレは。ないんやろ <laughs> 絶対トイレは貸せるやん。え、ないんじゃないいや、あんねん、あるけど、めんどくさいから貸したくないねん、絶対。じゃあ、しょうがないやん。行けって言われて。ちょっと遠いから車で行こうと思って。うんうん、うん。車で行ったら、あの、なんていうの,あの、車線が違って真ん中絶対通れなくなってる時あるやんか。はい,はい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 。左は左、右は右っていう。んね、うんうん。その右の方にあって、コンビニが。うん。え、これどうやって行くんだと思って、もう、 なすがまあまあずっと行ったら、久々に、あの、もうここでしようかなっていうぐらい、大人になってもう本当に久々に、もう耐えられないから車だしここでしようかなっていうぐらい追い詰められて。新車で。新車で。<laughs> <laughs> <laughs> めっちゃ痛かったよ、お腹。<laughs> 結局、全然関係ないところにあるガソリンスタンドに行って。うん。ガソリン全然減ってないのにガソリンを満タンにしもらう代わりに、お寺を貸してくれって言って。 加さんかねだからかせへん決まりないやろそうかもしれんけど。今このご時世コロナとかもあるしさ。そうかもしれんけど。じゃあお前急におじさんがピンポンってきてトイレ貸してくれって言ったら貸せる貸せない。一緒やん。<laughs> いや、業態が違うやん。うちサービス業やってるわけじゃない。家だから普通の。でも向こうはサービス業やっている。でもトイレは貸さんっていう決まりやねんから。サービス業やってたら何でもありか。いや何でもありじゃないわ。 でもお腹は痛かった。俺でも俺の悲しみも分かってほしいというか、とあとお前がコンビニをナビに入れればよかっただけの話しちゃうのか。いやいや,いやだからコンビニの場所は分かってたけど車線が違ったから。<でも> <laughs> いやだ場所分かってでもさ車線が違ったら行き方の方が左に曲がって左に曲がって左に曲がってぐるってそのもう行ったらいいだけじゃないのか。いやいやいやお前はあの時のその腹の痛みを知らないから冷静そんなに冷静な判断ができるから腹痛くな腹がまともじゃなかった。うん、痛かったよすごい,追い詰められてて。そんなかね。 いや、もうお腹痛かったんだな。反対側の車線行くの。行けなかったんだよな。なんか特殊な構造の。いや、行ったらわかるから、こうああ、なるほどなって思うから。なんかもうすごい全てが管理されてる。管理社会のような道やね <laughs> そんな。管理社会のような道そんなイレギュラーな対応ができない道なのよ。もう全部決まってんのよ。左は左、右は右って。ずっと、その道が続いてる。続いてる。じゃ左に車線変更するしかないやん。いや、だからそのぐるって回れる構造じゃないね。なんていうの。インターチェンジとかのすぐ近くって、ちょっと道が特殊な時あるじゃん。 はいはいはい。あんな感じのとこよ。あ、曲がりにくい。こっち曲がったらどこ行くか分からんそ<う>。<て>そうそうそう、それ。はめられて。そんなとこまでよく車で行こうと思ったな、逆にそんなめ <laughs> <laughs> しかもめっちゃ遠いしな。あ <laughs>、遠いんや。めっちゃ遠い。えー、車で2時間くらい無駄にかけて。<laughs> えそんなかかったうん、こうって。それこそナビ入れろよ。2時間かかりましたけど。え、トイレまでじゃないよ。それ営業所までね。帰ってくるまでやろ往復やろ いい片道2時間だから行って帰って4時間やろ。えええ、トイ、ああ、全体であそう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 。ああ、トイレ行って帰ってからも。トイレ行って帰って2時間はもう行かれてるやろ。いや、だから驚い、驚きだった。いや、家帰ったんか。<laughs> その作業で2時間ね、そんなんはまああるでしょう。2時間で済んだんや、逆に。ああ、作業もっとかかったよ。ああ、ええ、行くのにまず2時間かかったやろその場所に行くのにまず車で2時間。ああ、はいはいはい。で、その作業で2時間。 はい。帰りで2時間。ああ。な、か,かかった。半日ぐらい。昼ぐらいに行って夜帰ってきた。6時間やから、普通。<laughs> <laughs> もう最近時間言うてるから。すーごい大変だった。<laughs> そういう昼ぐらいに行ったら6時間かかったら夜になるわ。なんかパニック、なんかあのー、印刷の紙が反対だから、印刷を失敗するみたいな事件もあった。ええー。実験でもないやん。 っこっちょこちょいな、店員さんやな、店員さんというか。なんかあんまりね、や、なんか最近導入されたのかな、そのシステムって。そいつさんはどうでしたかなんかやりましたいや、何もやってない。え<っ>子供を、うん、奥さんが実家に送って帰ってくるみたいな。あ、そうなんだ、まあ駅。駅までやけど、電車で行くってなって。ああ<ー>。あのー、全然話関係ないんだけど、札幌でも行くとかと。はい。あの、見たらテレビの感想を話していいああいいんじゃない急に、あまりに、 なくて、見たテレビの感想。あの、100カメって知ってる NHK の。はい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 、ありますね。オードリーが MC やってるやつね。そうそう,そうそうそう。そうん、どっかに、どっかの会社とかに100個カメラを置いて、うん、で、あとはスタッフ入らずに撮影をして、で、あとでそれを繋げるみたいな。うん、ありますね。それがね、レギュラーになって、この春から。はい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 。で、それを見ててんけど、うん、兄弟カレー部っていうのがあって、 京大カレー部。ー京都大学のカレー部っていう部活のっと百カメのやつがあって。はあ、それがまあ面白くて。へえ<ー>。なんかね、そんなあるんやと思って、京大に。まあ確かにだまあまあカレーって奥深いっちゃ深いもんな。最初はあのコロナで新入生とかと会えてなかったから、うん、初めての対面みたいな感じでしながら、なんかその、うん この中、自分で考えてきた最強のカレーを作って、振る舞って美味しい、みたいな。おー、いいよ。うん。っていう交流があって。うん、なんか、双子の兄弟で兄弟、京都大学に入って、なんか、兄弟のカレー部に憧れて、兄弟に入って。へえー、そんななんか憧れられるような部活なんや。お披露目会みたいなバーで、うん、キッチンみたいな、家庭科室みたいな。うん,うん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 。うんところで作って、振る舞ってんねんけど、なんかそこで揉めたり。うん、お前これ塩入れすぎたからやん、みたいな。なるほどね。ドラマがあるわよ。うん。 みたいなのがあって。うん、で、一人の人がもうなんか、インドかどっかに、カレー修行に行くぐらいカレー好きで。めちゃくちゃすごいやん。で、なんか下宿先かどこかわからんけど、一人暮らしのキッチンのとこに、なんか強火で炒めれるような、のキッチンとか、タンドリーチキンを焼けるあの壺みたいな、うん。おーおーおーお,ーおーあんなんもあって。めちゃくちゃ本格的じゃん。あの、玉ねぎを金のもパ,パパパパパパパって切れるぐらい。へー。料理上手で。そんな人もおったりして。うん。うわ、すっげえ。 カレーいいなーって思って見てたら、うん、なんか、なんて名前か忘れたけど、学園祭、NF って言われてる学園祭には、京大にはあって。はいはいはい。そこで毎年かなんかカ、カレーを出店してたんやって。カレー部が、はい。うん。その NF がコロナで中止になって。でもなんかやりたいなーっていうので、うん。実際にお店借りて出店するってなって。へえ。ー。でなんか4班に分かれて、まあそれぞれの日を担当みたいな。はい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 。 で、京都大学のカレー部は有名かなんか知らんけど、満員というか、しっかりお客さんも来んねんけど。来るんだ。そこでなんか鹿カレーを出したいとか言って。はあ、で、じゃあ俺取ってくるわ、っていうやつがいて。鹿をうん。で、冗談かなと思ったら、うん、マジで資料免許持ってて、っ取ってきた鹿を調理して、えー。出してて美味しいって言われてたり。で、他の日にはなんか、ちょっと問題児の、何でもひらめいたらや,やってみようみたいな。 <laughs> 青年がおって、<laughs> うん、そいつが仕込みでめっちゃまずくしてしまった。はい,はい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 。はい二個下ぐらいか、三個下ぐらいの子が、うん、俺これ豆乳入れさせてくださいって言って。<laughs> そしたら失敗したやつが、んー豆乳かーとか言ってんの。<laughs> <laughs> で、でも食い下がらずに、豆乳できかしてください。ここは俺信じてくださいみたいな感じで。はいはい,はい、はい、みたいな感じで、バチバチがあったり。<laughs> へー。ホールの子とかもおって。うん まあ、ホールは別に研究もしてないから。おーおーおー思った味にはならなかったんですけど、どうぞみたいな進め方を <laughs> してたり。おー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 まあまあ、学生ならではの。そうだね。感じで、楽しそうにやってて。いや、これ、ええなーと思って。やってみたいな、こういうのって。<laughs> 自分の好きなものを出す回みたいな。そう,そう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 。<ー>でも、それで、カレーオリジナルでさ。うん。 なんか、エビのカレー作ってみたとか、うん、うんうんうん、いう。だしたっぷりで美味しそうとか、オイスターカレーとか、これやりたいと思って。お店やりたいの話はずっと、でも、そいつさんもね、やっていってるもんね、お店やりたいな。ラジオとかでは話してないか。そうかもしれないな。とにかくそれ、そいつは自酒屋やりたいみたいなこと言ってたもんな。あと、その客0 0を見て、うん、岩切君とバチバチにやってみて。うん、いや、こうした方がよくない。<laughs> いや、これはとか言って。ああ、じゃあ、まあまあまあ、みたいな。 バチバチにやりたいのが目的なんや。<laughs> いや、なんか青春っぽかったよ、それが。ああ、なるほどね。はいはいはい、はい。なんか両方ちゃんと本気でやってるからこそみたいな。な戦いが生まれて。美味しいと思ってほしいからこそみたいな。はい、は,いは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 い。があったから。そういうのもいいな。なんか企画で一個できそうやん。夢叶えられそうやん。でも大変そうやん。大変は大変だけど、でも一日ぐらいだったらそのイベントとして。でも撮影するとするやんか。うん。 その段取りも俺が考えなかゃな、結局。まあ、それそうやろ。お前はやってくれへんやろ。<laughs> 段取りって何仮面100画面みたいにカメラをバーって置いて。まあ、あ百そこまで置かんけど、うん、こっちに置いて、こっちに置いてって。うん、いや、お前がさ、ただ一つのカメラだけでさ、こっち寄って、で、話すたびになんかブ、ブン、ブン、ブンって振って、ずっと追ってくるなんて面白くないやんか。そうやな、確かに。何を出すかのメニュー会議から、何からみたいなのも全部撮影して、こんなんやってみるとか言って。あ、実際に食べてみるとかね。<laughs> うん。そんなんも全部撮影せなあかんやんか。で、動画にするのに流れも考えなあかんやんか。<laughs> そういうのはやりたくないから、やりたくないけどお店はやりたいとは思うんや。じゃあ撮影係が一人いたら全然いいってことやろ。撮影を担当してくれる人が一人いて、段取りも流れも全部考えてくれて。いいけど、誰がすんのわかんないけど。カメラ持ってくれる人募集とか、じゃあ、できへんわけや。まあもちろんもちろん、ある程度。あと編集もおるやろそれ、結局。 いや、編集もじゃあ、その撮影の人に任せればいいやん、編集もとにかくは。めっちゃ重労働やん、その人。じゃ、それはもうやっぱやりたい。その報酬を払って、ちゃんとやってもらって。売り上げ全部持ってかれるやん。<laughs> いや、売り上げはさ、別にさ、その、それをやりたかったっていう目標が叶ったっていうことを、でいいやんか。で儲けが欲しいわけいや、でも目標の一つではあるやん。まあまあまあ、確かにな。それはそうやけど。<laughs> まあ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 、まあまあまあ、じゃあある程度、そのなんかね、 折り合いをつけてよなんでお前が俺やるわって言ってくれないわけ <laughs> いや俺には無理やわさすがにそれは自分の能力以上のことができるとやっぱ思ってないわけだからこっちはで俺も撮影とかを気にせず楽しみたいしそれやるんだったらえお前何やんのえホール係とかやるしゃんでも準備段階ではホール係何にも必要ない,い準備段階で俺もだから参加するよそういうなんか会議とかに俺もいるよなんかこういう意見を出すよこうしたらどうみたいな これいや、なんかいらんな。お前邪魔やな。<laughs> え、じゃあ俺それを撮影せなあかんの <laughs> いや,おいやお、うーん。いや、な、じゃあなんなら俺4人でさ、S44 人で、この1個一個カレー、一、うん、つずつカレーを出してさ。いやちょっとそれはなえ自分のカレーをとにかくやっぱ4種類ぐらいいや、そ、そういうことじゃないけど。うん。気悪いな、なんか。ま、正直さ、なんか、 おふざけに走るやん。走るわけないやん。真剣に。が、なんか、幼稚なさ。<laughs> <laughs> 幼稚なカレー出すやん。いやいやいや、別に、お前とカレーのレベルがそれに違うとは思えへんねんけど。お前もそんなすごいカレー出現段階ではな。え現段階ではそうやで。でも、店やるってなったらやっぱ勉強するやんか。でも、そりゃそうやろ。うん。いや、俺らもするやん。 俺と関ヶ原もやるやん。梅水晶好きだから梅水晶カレー。<laughs> そんなことするわけないやん。100%美味しいな、梅水晶カレー。100%はちょっと怪しいな。もしかしたら風う,うまいかもしれないけど。なんか、一か八かみたいなさ。そんなことしないや,んやりたいことやるで、やってみようぐらいのテンションでやりそうやそんなことちゃんとやるよ。みんなに出し、美味しいと思ってもらえるように。それ俺だって、せっかくやるなら美味しいと思ってもらいたいし。なんなん、一か八かカレーってそんで。 で、まあ、ん <laughs> いちかばちかカレーやるやんか、お前やらないやん、いちかばちかカレーなんて。<laughs> みんなに俺だって美味しいって思ってもらいたいよ。海鮮丼カレーみたいなさ。<laughs> い,やいやいや、ふざけてるやん。ちょっと昆布だしを使ったらなんとかなるでしょう、みたいな。そんなことせんやん。でもふざけてるやんって言うけど、なんか、エビ茶漬けカレーっていうのを、開発した人がいて、その百0 0カメ、兄弟カレー部で。お<う>あの、刺身のエビと、 なんかご飯を持ってて最初。<う>で、横にスープついてて。それを、まあ、ま、あ食べて、飲んで、その後、かけて、スパイス醤油をかけて食べるみたいなた<ー>めちゃくちゃうまそうやったね。いや、じゃあそういうのも結構ありな、ありなんだな。昆布だしからとか、エビだしからしっかり出し取ったスープみたいな。いや、しっかり考えたら、だからそういうのもできるってことやろ、うん、でも、ふざけるやん。ふざけない。ふざけ、<laughs> じゃあ、お前はふざけてなくてもな、なんもう、レベルの低いの出すやん、絶対。<laughs> やいや、俺もじゃあ、俺もしっかりなんか専門家とかと話し合って、俺も最高の一杯作るから、みんな各々別々の方法で考えて作った最高の一杯を持ち寄って、うん、4つのカレーをヒュして出したらいいやんか。それ、やりたいな。俺も専門家とかに聞いて、料理のなんか、詳しい人とかに聞いて、研究する様をみんなでこう、密着してもらって一人一人。で、どんなカレーができるかっていうのをこう、試行錯誤してる様子から取ってって、面白そうやな。なあ。うん。いや、でもカレーなん。カレー屋をやりたいんやっけ 居酒屋って言ってたけどね、当初はね。あー、でもカレーでもいいなカレーショップ。一品でいいやんか。そうね。居酒屋の方がやっぱりテンション上がるんじゃないいや,やいや、居酒屋はでも難しいぞ。メニュー決めるのが。やっぱカレーぐらいじゃないちょうどいいのは。全部決まりの一杯。そう。もう4、よだれ四しないよ。関ヶ原カレー、俺カレー、そいつカレー、岩切君カレー4つから好きなの選んでもらって。ああ。でも誰が関ヶ原カレー食いたいと思う わからん関ヶ原カレーがめちゃくちゃうまそうだったら料理もしないやろあいつそうやなや好き嫌いが多いからあいつレトルトカレーになんか似顔絵描いて出すんちゃうか <laughs> 顔でででこべんみたいなキャラ弁さすがに <laughs> レトルトカレーにでこべんはもう趣旨をはき違えたりほどが, <laughs> があるやろ京都カレー部は4日間その4班が決めたその1班ずつの1品だけで勝負してた へえ一日一品。ああ、なるほど、なるほど。それでもいいけどな、4日間。はい,はい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 。はい興味のあるカレーの日に来てもらって。ああ、なるほどね、全部じゃなくて。うんうんうん。4日間カレー食ったらおし、飽きちゃうよ、さすがに。<laughs> 4日目不利やな四4日目すげえ不利だろ。全部来る人にとっては。で、初日すげえ有利やん、それ。そうか、でも、あの、初日に美味しかったっていう口コミを聞いて。 ああ、なるほど。悪ふざけじゃないんだぞっていうところで。うん。あ、うまかったでって言って、あ、じゃあ、この日行こうかなっていうので。来てもらって。そう,そう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 。あまあ、まあまあ、あ、あ、いいかもな。順番決めももうこれ、戦争や。めっちゃ自分のカレー選ばれなかったらすっごい落ち込むやん。売り上げな。うん。急に少なかったら。い俺一人だけズバ抜けて引くかったらめちゃめちゃ悲しいだろ。<laughs> 頑張って考えれば考えるほど。<laughs> でも居酒屋やりたいな。 居酒屋はちょっとやっぱむずくない居酒屋の方がさ、それぞれの味出せるやん。カレーなんて何も知らんやんか。言ったら。まあ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 ,まあ、まあ、だから、見よう見真似でやったものやんか。でも居酒屋やったら、お前はお前のさ、好きなおつまみセレクトがあるわけやん。そうな梅水晶とか好きだし。うん。こ、こっちはこっちの好きなおつまみセットがあるわけやんか。まあそうなそいつは、なんだっけ、男梅沢だっけ <laughs> なんで俺だけつまみが先やん。<laughs> んあるやんか、それぞれ。まああるなあ 岩切くんは安くて大盛り。そうね、安くて大盛り。うんで、関原はお母さんの味みたいな。<laughs> 関原だけなんでお母さんが作ったものが定番なん <laughs> ひじき似たやつやろあいつの好きなもの。いや、それこうなんか居酒屋風にアレンジして、やっぱ持ってくるかもしれん。ひじきのこのうまいこと煮つけたやつ。いやでもああいう系のやつをさ、カウンターにどんどんどんって置いてて、パッて取って出すみたいなのでもいいやんか。 うん、あんまり興味見かけないけどな、そのタイプの居酒屋。あんまり。行きたいけどな、あったら近くに。小料理屋みたいなやつやろう。そうそうそう。小料理屋って言うのかな定食やって言うのかなまあそういうのでさ、<ー>それぞれ持ち寄れるやんか。今までの経験が活かされるじゃないけど。いやでも、ふり、梅水晶がふりやわ。なんでな。一品だけじゃないやん。別にそれは自分で考えたらええやんけ。<laughs> 梅水晶って俺が決めたわけじゃない。お前が言い出したやろ、梅水晶って。梅水晶めっちゃふりやん。あんまり、 その、おつまみの中でもメジャーじゃないやん。オリジナルの飯とか作ればいいやんか。ドリンクとかも作れるしな。濃いハイボールとか。ああ、そうやな。うん。岩切くんはドデカミン割りや。そう、岩切くんのドデカミン割り。ウイスキーのドデカミン割りみたいなの。岩切くんの配合で。岩切くんがベストだとも配合で。なお店構えて、なんか、やるみたいなのか,かっこいいというか楽しそうやなってみんなでやんのが。確かにな。 学園祭とかの時、学園祭とかでそういうのやったことないから。夢はそ,うそ,うそうそうそう。そうだの、ね、夢理想はあるよね。上の人たちがさ、うん、楽しそうにやってたやん。うん。メニュー考えて、キムチも入れようぜとかさ。うん、うんうん、うん、上の人たちな。うん。入れんかったわけや <laughs> 当日、ビラ配りとか言いながらサボってたわけや俺たの理想は。うん、もりや, <laughs> やりたい。<laughs> <laughs> やっぱあの楽しさを、悔いが残るよな。そう。 味わいたいよな。うーん。食品衛生管理の免許みたいなの持ってるな。人呼んで。あ、そうね。管理者が一人いたら行けるからな。うん。取ればお前。え管理者取ればなんでなえ、と、な、なんでなんで <laughs> なんでそんな拒否するの別によくない <laughs> 1一日か二日やるだけやろいや、でも後から、うん、あ,あと、あとかせるやん。本格的に始めたくなった時に。本格的になんか始めへんて。<laughs> いや、わからん<の>、わからんやん。店持つなんて大爆地やで。いや、店持つとかじゃなくても、なんか、て、ちょっと借りて、やるとか。あ,あ、定期的に、一年に一回みたいな。そう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 。なるほどね。そんな食るもんなんかな。そんな難しいことじゃないんじゃないだって。コンビニの店長とかでも持ってるもんな。講習受ける感じ。講習受ける感じでしょ。ああ火災防災のやつと一緒や。そんな感じ、そんな感じ。絶対そうや。調理師免許が必要とかじゃないだろう。いるんかな、調理師免許。あー。 調理師免許ってなんなんやろな、うん、調理師免許ってまた違うか、扱いが。管理食品衛生,衛生管理者はちょっとまたやっぱ違いそう。どうする<前>それで食中毒出してみたら、うん、出してもうたら。<laughs> それやって、えー。泣きながら謝ったらいいやん、土下座して、ちゃんと。申し訳ございませんでした、誠にって。で、関ヶ原が顔もっ青にして。うん、すいません。生で出すもんと思ってました。<laughs> <laughs> なんか火通ってると思ったんすけど <laughs> 関ヶ原もせないやお前か関ヶ原やろ岩切君もなんか食べられない野草みたいなやつを出してさ <laughs> むちゃくちゃやんけん安かったからみたいな理由でなんか買った謎の野草みたいなさそんな疑いのあるやつとやりたいって言ってるの今俺は <laughs> そんやまあ、そんな想像出ないやろそんな結構注心やったら。 いやでもお前がさ、急にさ、カレー出そうってなってさ、この人はライスいらんなとか言って勝手にライス抜いて、カレー盛り付けた後にライス抜いて渡すみたいなやりそうやん。なんでそんなことすんの俺。どういう理屈でそんなことほんでライス欲しいんですけどって言ったら1000円要求するやん、お前。<laughs> <laughs> 知ってんねんお前の。<laughs> そんなことしないやん。悪癖そんなことしないやん。それで儲けを出そうとする癖があるやん、お前。<laughs> そんなことしてないやん。したけど結果的に、儲けを出そうとしたわけじゃない。 間違いな。間違いって言えば住む範囲のギリギリのライン攻めるやん、お前。間違いな。で、後で愚痴るやん、バカな視聴者がさ、っつって。<laughs> 言ったことないやん、そんなこと。おい、やめろ。<笑><笑>ふざけんろ、お前。いや、もう、もう、一人だけごめんな。テレビ見た感想で、もみらみらと勝手に盛り上がった話をしてるけど、<laughs> 何があったとかじゃなくて。<laughs> じゃあ、じゃあ、ま、今週もやっていきますか。いきますか。はい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 。下谷やかソイソースのラジオだぜ お便り紹介するかはいはいお願いします島は値段にさように頂きましたありがとうございますそいつさんしみさんお疲れ様です相談がありますはぁ、あ、先日友人ら何人かと集まって遊んだ時のことです各々持っているゲームやボードゲームを持ち寄って遊んだんですがその中の一人がおそらく私のゲームをこれは自分のものだと主張していましたうん。おそ<ー>らくというのは実のところ私も自分が何のゲームを持っていったのか正確に把握していなかったというところに起因しています <laughs> とはいえ、自分が持っているものとくたびれ方が似ていたので、なんとなく持ってきた気がしたので、よほど、それは〇〇が持ってきたやつと聞きましたが、依然として、うん、そう、と自分が持ってきたと言っていました。ほ<う>へまー,ー、〇〇も同じやつ持ってたんやと私は感想をつぶやいてみるなどしました。はい。<laughs> 家に帰り、街灯のゲームを探しましたがありませんでした。私の勘違いでしょうかそれとも友人が持っていってしまったのでしょうかお二人はこの文章を読んでどう感じましたでしょうか教えてください。 まあ、ありえるっちゃありえるからさ。まあまあ。別に。<laughs> これはやっぱ、どうしていいかわからないというか。まあでも、思い込みみたいなも向こうしてたんかもしれんし。あ、これは自分が持ってきたやつだって。うん。お互いの勘違いっていう可能性はな。どれぐらいの仲なんかがわからんねんけど。うん。さすがに悪意を持ってなんか盗むみたいなことないよな。ないと思う。だってこれぐらいの年齢でさ。高い。なだって、いや、それ俺なんて言われたら、あわあわってなるだけやねんから。<laughs> うん、普通そうなんねんから。 うん。じゃあ、じゃあ、島はわねないさんのじゃなかったってことや。<laughs> 勘違いってことや。じゃ完全に。どっちかの勘違いなんじゃない結局、どうせ。ああ、しまねないさん、もしかすると友達のうん。友達も、それ持って帰ってきて、ポーンって棚の上に置いて、実は2つあるのに気づいてないだけかもしれないな、うん。ああ、なるほど、なるほど。同じゲームを持っててね。連絡したらいいやんか。でも、その、切れられた時は怖いやん。 き、だ、別に、あれ、俺のじゃないっていうか、なんか、な、何日に集まった、何々のボードゲームやねんけど。切り出し方むず。どうやったら、その。切り出、切り出せるわけ。<laughs> お前、盗んだよなっていうのと、ほぼ同意じゃない、これって。なんか勘違いしてないみたいな。え間違ってたら、ごめんやけど、みたいなことでいいやんか。あ,あ、あ,あ、あ,あ、なるほど。そっち二つないみたいな。ないよ。 ああ、じゃあ、俺、勘違いか、こっちの。うん。<laughs> なんでそっちそんな強気やね嫌 <laughs> <laughs> なやつ。<laughs> いや、向こうとしてはなんか、盗すっと呼ばわりされたからちょっと無闘するやんか、持ってったって。ぬと呼ばわりなんかしてないやんか。泥棒みたいなな。絶対そいつ犯人や、今の反応で。わ <laughs> <laughs> かるけど。<laughs> これ、あの、全く同じ例が子供の頃俺もあって。あるよな、スーファミのソフトとかでな。そう、ゲームボーイのソフトであってんけど。おうんうん。 なんか、熊谷くんってやつのゲームボーイのソフト、うん、がなくなって、うんうん、その高橋くんが、いやこれ俺のだよ。うん、え、でもそれ俺のじゃん。だって名前書いてあるじゃんって言って名前書いてあるんだよ、熊谷ってう全然違うやん。<laughs> 今回 <laughs> <laughs> 怖かった、あれ。でも、いや俺のだよ。って言われて。熊谷くんもあまりに強くおれるから、なんか強く言えないやんか。うん、えってなるやん。え、俺のだけどな。ってずっと強くちょで言って。 帰っても、そのまま持って帰っておうおう。で、やっぱ熊谷君はさ、俺のだ、やっぱりあれ俺のだよなって後から思うやん、冷静になったらさ。おうおうで、泣きながら電話かけたらしいの、高橋君に。くん<う>。そしたら電話で、いや、いや、俺のだよ。ガチャン。っ <laughs> どうなったお泣き寝入り。<laughs> <laughs> <laughs> パクられとるかな <laughs> そやな、あんな大胆なパクリある仮パクとかでもないねんで。パクって普通に <laughs> 怖かった、あれ。強盗やん。<laughs> <laughs> 熊谷くんが、熊谷くんちょっとお金持ちで、結構ゲームいっぱい持ってる<あ>割と器用な子だったのよ。あれ、お前がゲームソフトパクってた子そう、俺がパクってた子。そう。こっそり持って帰ってた。そう、こっそり持って帰ってパクった子なんだけど。もうパクられまくってるよ。<laughs> 恋バクられてる。いや、俺はちゃんとあれだよ、ね、内緒でやったりから俺はそんなひどいでもそのままパクって、そのままやろ返してないやろ返してない。ほら、卑怯者め。<laughs> いや、どっちが悪いか、高橋くんや悪いの明らかに。どっちもやねん。稲盛強盗やん。どっちもやねん。いや、俺はな、言ったら気づいてないわけやん。<う>ゼロやん。つまりゼロやん。<laughs> 確かに。<laughs> 確かにじゃない、確かにじゃない。気づいてたかもしれんやん。スーパー気弱ないやろその子は。 絶対気づいてない。俺言ったもん。チラッと匂わせたもん。<laughs> なんてそういえば、あのー、ザ・グレートバトルとかないの遊びたいのザ・グレートバトルパクったんあんな何回でも遊べるスーパー面白いゲームやのに。ゲームボーイのな。あー、やったことない。<笑><笑>ゲームボーイのやつもおもろいから、そいつグレートバトルは。なくしたんかなーってなったんじゃん。いや、そしたら、いやそんなの持ってないよって言ってたから。 <laughs> あれ <laughs> お前もしかして違うやつらパクったんじゃんいやそんなことない、多分熊谷君だって名前書いてたもん熊谷って熊谷君は名前ゲーム商品で全部名前書くねん。<laughs> 何でも持ってないと思うねだからいっぱいあるから忘れちゃったんだろあのいっぱいゲームがあるからすっごいホントいっぱい持ってたからどっちにしろお前も悪いって銀行強盗とネズミこ僧どっちが悪いみたいなあの貧乏のやつに金配らないネズミこ僧な <laughs> ただの泥棒やネズミこ僧は <laughs> それでお前ただの泥棒やんけ <laughs> はぁじゃない今何やと思ってたん <laughs> 正義の味方だって思ってたんか。<laughs> いや、だから、島は狙いさんもやっぱり行った方がいいよ、強く。強く言わないとやっぱやられるわけだから。そうね。うん。取ったやろってもう大事、第一<あ>、もう第一声わかるでしょって、一言。もう向こうに認めさせた方がいい。わかるよな、ね。この電話の内容わかるよなって。どうして俺が電話したかわかるよな。警察行こうかって言ったり。警察行こうかって言って。 ただ、これで怖いのは、本当に勘違いだったとき。島がねさんが、本当に勘違いしてたときが本当に怖い。たまったもんじゃないけどな。<laughs> 警察行こうかと思うんで。え何の、ほんで何、何のこと何のことわかるよな、もう言わんでも。言わんでも、当然は。もう自分、自覚あるよな。全然違う罪状出てきたらどうするつもり実は、あの、財布をパクってたとか。あの、下着のことですかとか。<laughs> いや、それはそれで、悪者を退治できるから、結果的にはいい。<laughs> あ,あ、そうか。うん。うわあでも自分がこの立場になったらと思ったら気まずいな。なあ。嫌や,やな。後で気づいたらどうする自分が。自分のもんやと思って持って帰ってて。あ,ああ,あ,あ,あ俺なんかでもこっちの立場あるな。自分のもんやと思ってて持って帰ったら、家にあって、わあってなった。ことなんかあったと思うな。どうしたのいや、なんか言ったと思うで。これ誰のみたいな。間違えて持ってっちゃったんやけどって。うん。 おー。ま、大した出来事じゃなかったから、今、なんとなくしか覚えてないけど、なんかあったよ、そういうの。うん。やられた側はでも完全に取られたと思ってたやろうな。じゃあ、島根ライさんに取り返してもらって、で、確認してもらって、その結果を聞こう。あの、件ですけど、返してもらいましたか。<laughs> 大した出来事ならんと思うで別にただの勘違いで、<laughs> 普通に、ああ、肉あったほんまや、あ、それお前のな、ごめんごめん、いいや、もう絶対、はみたいな話になるね。何、人のこと疑っているわけ <laughs> お前そういうやつやったんやな。そんなんなる可能性あるあるって。全然。意図的にせなればいいな。ああ<ー>。遊戯王のさ。うん。初期の頃よく出てきたやんそういうやつ。遊戯のゲームを奪うやつ。知らん。<laughs> おいお前、おい、テーマメール行くぞ。<laughs> <laughs> あ、そうや、そうや、テーマメールさ、前回も紹介できんかったからさ。何回しても、何週、<laughs> 3週ぐらい紹介じゃないだろ、テーマメール。<laughs> 今週は絶対紹介できてるはず。 いや、そうやな。さすがに今週紹介できてなかったら、もう忘れたわ、テーマメール。<laughs> 何のテーマもう今週もなんかお便り来てなかったから、<な>あれって思ったら。まだやってたんや。いや、今週はだってここまでの時間をかなり短く言ってるから。そうね。いや、お待たせし、みんなも忘れてるテーマメール。あ、こんなんだったっけっていう風になってるよ。なってると思う,う。お待たせしました。2>, 2、3週間前の我々が喋ってるやつね。そうですね。今から付け加えて、えー、バンって出ますので。ようやくお届けできる。 お便りを。で、次回のテーマもそこに入ってますんであ。よろしくお願いします。あの、テーマメールがなくなったわけじゃないんでね。お便り送ってくださいね。はい、お願いします、えー。お願いします。それでは、ラジオ出せえー、お便りいただいております。コンブさんからいただきました。ありがとうございます。ちょうど去年の12月に、大学時代の同級生から、アムウェイではないのですが、マルチ勧誘を受けました。 一年ぶりに同級生から LINE があり、久しぶりにご飯を食べに行こうとのことで、その時は特に怪しげな様子はありませんでした。会って数分でクリスマスプレゼントと言って、化粧水を渡されました。突然のプレゼントに嬉しさを覚えましたが、パッケージの名前が全く知らないものだったので、内容について尋ねようと、こちらが切り出す前に、この商品は本当にいいものでね、宣伝に、 広告や芸能人を使っておらず、口コミで広げてるからお得なんだよ、と語り出しました。お試しだから、よかったら続けてね、というところまでは良かったのですが、社長の〇〇さんが本当にいい人で、いい化粧品を届けるために努力してて、<laughs> と、その化粧品の販売元の社長のセミナーに行った時のことを熱弁し始めたのです。<laughs> 普通、物をおすすめするときに、社長がいい人だから、なんて語る人なんていませんよね。 帰宅後、長文でセミナーに行ってみないか、他の人にもお勧めしてほしいという文章が届いていました。その商品で検索すると、検索候補にマルチ、アムウェイと出てきました。ーホームページには社長の写真がデカデカと載っていました。<おー> <laughs> 彼女は大学当時から金持ちで音大に通っており、お金に困った様子はありません。マルチ勧誘でお金を得ようという感じはなく、私は他の人とは違う。 他の人が知らないことを知っているということに喜びを得ているようでした。<ー>彼女も騙されてる側なんだろうなと思いつつ、毛病を使ってセミナーを開始して以降、彼女と連絡を取っていません。はぁ、あ。ね、へぇーなん。金の目的でやってるかと思ったけど違うんや。マルチ情報ってみんなお金持ちになりたいからやってるのかと思ってたわ。どんどんこう、仲間を増やすことによってランクがこう上がっていくっていう。うんうん、どんどん。女性がさ、はあ、進めるみたい、あるやん、人に。 はいはいはい。みんなに知ってもらいたくて絵描きましたみたいな人とかよくファンでったりするか。あはい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 。不況ってやつですね。そう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 、不況ってやつ。あれに似た感じでもあるんじゃないうん、自分の応援してるものをみんなにもちゃんと教えて、応援したい。そうそうさらに応援の輪を広げたいと。あれは一種のマルチなんじゃないじゃあ。<laughs> 逆に言ったら。<laughs> えー<教>、あれを、あれマルチじゃあれ、あれがマルチなん幸せのマルチやん。<laughs> お金のマルチじゃなくて。ま、でも別に騙されてるわけじゃないから、自,自分で自発的にいいなと思って、やってることやから、うん、まあ似てるけどね、確かにこのまるまるの社長さんが本当にいい人でっていうのは、うん、要はこの社長さんを押してるわけやろ。まあまあ、そうやな。うん。で、普を押してるわけでしょ。もう形を変えた2.5次元声優のパンみたいな。そうやな。うん。じゃあ2.5次元声優はマルチ商法ってことやな。うん、似てる。<laughs> 大丈夫かランクみたいなの上がらんで、でも。あの、ファン活動には。<laughs> でもさ、そのファンの中でさ、影響力を持つファンみたいな人もいるやんか。はい,はい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 。そうなったら、もうランクアップだろ <laughs> 昔からずっとファンやってて、結構もう、向こうにも名前覚えられてるとか、ってなってきたら。で、結局、そういうさ、ファン活動やってる人もさ、金にメイクラでさ、なんか宣伝 URL みたいなやつ、あの、今入会すると、タダでこれゲットできますよ、みたいなツイスートしたりしてるやん。はい,はいはいはい。あ、マルチやん。もう。 ランクを上げてお金ゲットよ。あ <laughs> ー、そうなのやっぱ2.5次元制御ってマルチに近いものがあるな。女性が応援するもので割とマルチの雰囲気をかん、醸し出しやすいというか、そういう意味でもやっぱり男より女性の方がマルチや勝負にはまりやすいんだろうか,うか。続いてザブトンちゃんさんよりいただきました。ありがとうございます。大学卒業3年後、大学の時の知り合いの女性 A さんから久しぶりに会おうと連絡が来て会うこととなり、待ち合わせのカフェに行くと、 A さんと知らない女性がいました。うん、結論としてはマルチに誘われました。マルチ仲間とスポーツ観戦やバーベキューなど、稼ぎつつ仲間内で楽しく遊んで充実している。さあ、君も入ろう。と、でも言わんばかりにアピールされました。うん、その後、回答を濁し続けていると、A さんと女性からの勧誘が2回あり、3回目にはさらに30歳ぐらいの男性が追加されました。 いつまでも濁していると、男性が見るからにイラつき始め、語気を強めてきたので、僕はビビって入りますと言い,い、男性と固い握手をしました。記入する書類もあったのですが、家で帰って、後で持っていくという形で了承してもらい、そのまま逃げました。勧誘中、A さんとは今後関わることはないだろうと思っていたので、1回目2回目の勧誘の後に抱かせてくれと誘いましたが、断られました。<laughs> すごいな。保険でこういうのあるってよく言うもんな。あー、そうね。体のを抱かせて。 うん、うん。契約取るみたいな。それでいけると思ったよな。でもいけないんや。<laughs> いけなかったな。行けないんだ。続いて CR アバンギャルドさんよりいただきました。ありがとうございます。私がアムウェイの勧誘を受けた時の話ですが、アム同じ職場で、<laughs> 同じ職場で私が指導していた中途の社員に、 〇〇さん、うちの彼女を紹介するんで家に遊びに来てくださいよと言われ、特に断る理由もなく伺ったところ、彼女からすごくいいシステムを教えてもらって、と紹介されたのがアムウェイでした。どうやらその社員は初の彼女だったらしく、彼女の言うことは全てうのみにしてしまっているようでした。うん、私は祖母が詐欺に引っかかった経験があるため、嫌悪感を露骨に出してしまい、仕事以外は全くの疎遠となってしまいました。やはり初の恋人ということは全て受け入れてしまうものなのでしょうか。 ちなみにその彼女はお世辞にも可愛いとは言えない様子でした。と。はあまあ嫌われたくないとかなその彼女にちょっといい顔したいとかで、ね、やっぱり、ほいほい聞いちゃうよなじゃあ、ど,どんどん、どんどん。うん、深みにはまってって。で、彼女がちょっと、誰か紹介したいってなってきたら、彼女をちょっと力になりたいじゃないけど。う,ん,うん。奥さんが、だってそうそうそうなったらどうあ、俺でも、 ならんわ。これって結局、この漫画が面白いから読んでみてーと同じパターンではあるやん。たぶん。うん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 。これが面白かったって本を渡されて読み始めてんけど、うん、序盤で面白くなかったって返した。だからこうはならんのじゃないかな。うんうん、すごい素直や気使わない全然。お世辞にも面白かったとか言わなかったんや。 いや、なかなか読まんから、どうやったって何回か聞かれたから、いや、ちょっと序盤の、うん、英語の本で、それを訳してるって。はいはい,はいはいはい。訳の仕方のなんか表現みたいのが、どうにも合わんくて。<laughs> 文章の作り方みたいな。<laughs> あの、読んでてさ、ハマる本でさ、目がどんどん想像しながらどんどん違和感ああそうね。次へ次へってなるね。映像になっていくやん、勝手に。うん,うんうんうん。それがなかなかなんかつまんのよ。だから序盤でも、読めんくて。あ<ー>それを説明したな。 ああ、でも、なあ、ちゃんと、はっきりと意思を言えてるやん。うん、だから大丈夫やと思うけど。ただ、奥さんが例えばアムエやって進めてきたとして、うん。俺がいいやんと思ったら、それ入っちゃうよな。ははははは。<laughs> まあ、それはでもそうやん。まあ、でもそれはそうか。<laughs> 別になんか悪いものを無理やり進めてるわけじゃないんだもんな。うん、ちょっと、ちょっと勧誘宗教感が強いだけだって、アムエは別に商品を売ってるだけだから、あれは。うん。マルチ感が強いというか。なんか俺、 そんなことされたら引いちゃうというか、俺これあの、この人と全く同じで、俺のばあさんも入っててん、そういうのに。アムエじゃないんだと思うけど、やっぱ怖かったもん。オルゴール機能がついてるぬいぐるみ、机でも何でもなく、みんなが丸状に囲んでるところの真ん中に、代表みたいなやつがその人形置くのよ。そしたらみんなが、うわ、いいわーってすげー褒め出すの。そんで、怖いやろそんで入札が始まんねん。 私5000円出すとか、え、じゃあ私6000円で買いたいみたいな風にして、どんどんオークション形式で入札が始まるのよ。で、最終的にうちのおばあさんがそれを2万円で落札したよ。でも、俺にくれたのな、終わった後は。自分はいらないから。はぁ、あ、お欲しくて買ったんじゃないあ、買ってあげたくて買ったのかないや、あの、だからその、なんていうの、その、その、集会の中で自分の地位を高めるためというか、はぁ、あ。高い金で買った方が、ちょっとランク、ランクが多分あったと思うんだよね。ランクが上がるだよ、そんで。 そんで代表みたいな人にすごい褒められてたもんだって。喜びながら話してて。うん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 。うわーと思ったわ。で、そのこと親に言ったのうんうん。で、親もなんか、あのー、ちょっと引いてたけど、もうどうしようもないから。<笑><笑>なんでどうしようもないかっていうと、その時うちのおばあちゃんもう巻きがんで、もうだいぶやられてたん。いいか、なら。 そのすがる先というか <laughs>、すがるポイントみたいなところが、やっぱそこしかなかったから、ちょっと親も、あの、うるさくは言わないで好きなようにやらせてあげようっていうので。急に友達作れって言われても作れへんしな。うそういう、そういうもんか。そう、そのぬい,いぐるみずっと家にあったけど怖かったわ。<laughs> うんぽいサインをいただきました。ありがとうございます。僕は3年間付き合っている彼女に騙されました。 彼女と付き合って半年経った頃に、親の入院代が保険適用外で足りないから貸してほしいということで、100万円貸しました。当時は返してもらわなくてもいいと思っていたんですが、その後も彼女の口から貸したお金について言及されることはなく、数ヶ月経った頃に、彼女の親が入院していただいは、仕事ができないので、親の生活費が足りないと言われ、50万円貸してくれと頼まれました。貸すこと自体は別に良かったんですが、前回の100万円についても言及がなく、ただ貸してくれという彼女に違和感を持ちながらも、泣いて頼まれてしまい、貸しました。 また数ヶ月経った頃になんだかんだ理由をつけられて合計で200万円ほど貸すことになったんですが彼女が遠方の実家に帰ることになってしまい次に会う時に全額揃えて返すと言われ彼女は実家へと帰っていきました僕は騙されているのではないかという懸念がずっと胸に引っかかっていましたが遠距離になっても彼女からは毎日連絡が来ており少し安堵していましたただ次いつ会おうかやこの日に会おうという話をすると 直前に体調不良や、親の病気が、などといろんな理由をつけられてドダキャンばかりされていました。その間も彼女は借りたお金に関しては返す返すと口だけで、一向に返す気配もなく、半年ほどが経ちました。あまりに不誠実な対応を取る彼女に嫌気がさして、別れたい旨を伝えたら、彼女が泣きながら電話をかけてきて、本当は親の入院費ではなく、自分が闇金に作っていた借金があって、それを返す当てがなく、僕に嘘をついてお金を借りていたことを告白してきました。僕はずっと嘘をつかれていたんだと悲しくなりましたが、 ただこのまま別れると悲しい思いをさせられた上にお金もあげただけになると思ったので、彼女の実家にまで出向き、その場で改めて金銭の借用書を作り、月々5万円から返してもらうと約束しました。しかし、そこから数ヶ月経っても振り込みがなく、連絡を取っても、もう少し待ってほしい。仕事が忙しくてなかなか時間が作れないなどと後回しにされていました。僕は再度怒りを覚え、彼女の両親に電話をかけ、事実を確認してみたところ、本当は実家に帰ってから仕事をしておらず、 返す当てもないのに借用書を作っていたことが判明しました。僕は呆れて物も言えなくなってしまったんですが、今別れると、僕の3年間と貸した200万円は一体何だったんだと、悩みに悩んだ末に体を壊してしまい、今は会社を休職しています。大学からバイトで貯めたお金も含めた200万円で、虚言癖の彼女も僕にとっては初めての彼女だったので、ズルズルとこんなことになってしまいました。僕は一体どうすればいいんでしょうか不憫<便>。<laughs> これはかわいそうじゃない俺もこれと全く同じような理由でお金借りたことあるし。 最低やな。<laughs> 金を借りるのに嘘つくやつほど最低な問題な。<laughs> あのー、お前がと住んでる時にさ、女の人が来た事件あったやんか。ない、ああ、はいはいはい。会社の同僚で。俺が邪魔したやつな。そう。あれでお前乗せたってよく言ってるけど、うん、俺あの人からお金を借りてん。ええ <laughs> どういうことえあの人からお金を借りてん、俺。 いつその前あとその時あと。あとあと。おうおうそれも、あの、お金に困って、まあ、親の病気みたいな、嘘をついて借りたんやけど。うわ、最低、おう。<laughs> で、あの、でも返せないじゃんか。え返せない返せない。いや、その、だからすぐには返さないやん。そのお金を借りたけど。また今度みたいなことで、ちょっと、うん、あやふやにしてたら、すっげえ怒られたっていうのを思い出したわ。えそれ怒られるやろ。怒られたで、めちゃくちゃ。しなんか、俺のせいでおちゃんになったみたいな言ってるけど。うん。自分のせいよ。 そうや。うわ、なんか俺に罪悪感を植え付けるとき植え付けといて。<laughs> でもお前のせいやで。お前があんなことしてめちゃくちゃになったから、もうどうでもいいやと思ってお金を借りたわけだから。<laughs> いや、めちゃくちゃ理論。<laughs> 知るかよ、それは。<laughs> 俺のおかげで金借りれたってこと恋が金入言い方を変えればな。返したもんで、ね、それは。返した。あ<ー>半分返した。ったわええ半分は 半分返した時点で、向こうが仕事辞めちゃったから。で、連絡取れんくなった連絡取れんくなったから。な、なんだお前。いえいよえ。えええラッキーやったな。ラ <laughs> ッキーやった。え、気まずくなって辞めたお前と。いや、あの、普通に、あの、向こうに、なんか事情があってじゃない詳しくは聞いてないけど。急に辞めたし。えー、お前、キスした相手に金借りたんや。そやねんな最低や。<laughs> あの、もしこのラジオ聞いてたら返すので、<laughs> あの時は最あの時ありがとうございました、本当に。<う>っていう話をこのお便りを聞きながら思い出してて。おうおうそうか。この人はものすごく苦しんでるわけやんか。体を壊して休職にまで行ってるやんおうおう。その人もやん。体壊したから辞めたんじゃん。いや、その人は体壊したからじゃない。なかなか辞めさせてもらえないから、多分バックレみたいな感じで辞めたはず。急に来なくなって。うーん。失礼や。 中の先全然してくれへん。デートも行ってくれへん。金も返してくれへん。中してくれたのに。いやいえ、お前のせいな。俺のせいにすんなよ、金返してないの。<laughs> 金返してないの俺のせい、ちゃうやろ。中までしか行かなかったのは俺のせいかもしれんけど。<laughs> てかお前、中の先よりハードル高い金借りるやとい、何俺のせいにしとんの <laughs> <laughs> ということで、次回のメールですが、どうしましょう。なんか、こういうの認めないって思ってたけど、認めてしまったものみたいな。あー、なるほどなるほど。 さっきの人だと、フルーツトマト、フルーツのトマトジュースにもすげえ美味しいのがあって。うんうんうんあ。今まではフルーツのトマトジュース絶対ないなと思ったけど、これ読んで考えが変わりましたみたいなことや。俺、あの、牡蠣はいはいはい。牡蠣は生牡蠣か柿フライ以外は嫌いやったん。ボイルとかの。うん。焼き牡蠣でもこの前、蠣のオリーブオイル漬け食べたら、うまってなって。おう。あ、柿って別に火通してもいいんや。あ、俺それを言ったら、 スープにトマトを入れるパターンあるやん。今までトマトってその生で食うものだっていう気持ちが強くて。とにかくトマトは冷たい状態で食うものっていうイメージがあったんだけど。うん。スープに入ってるトマトも美味しいなって。トマトって火が通って熱々になった状態でもうまいんだっていう驚き。ああ。あの、バーベキューでさ、焼きマシュマロみたいなのあるやん。うん、ある。あんな何がええねんって思っとった。なんか女子がキャッキャッしたいだけやんみたいな。焼かんでもうまいし。うん。で、この前、 家族で行った時に奥さんがやり始めて、うわうわって思ったけど、<laughs> 渡されて食ったらめっちゃうまかった。<laughs> <laughs> ジンあるやん、酒のジン。俺ジンって絶対ジンソーダが、おすすめがジンソーダっていうのがあって。で、とジントニックがないですと。ジンソーダしかないですと。じゃ試しに飲んでみるかと、トニックじゃないのか、ジンソーダかと思ってジンソーダを飲んだら、うん、ジンソーダの方が美味しかったよ。 トリックあれだな認めてなかったけどこれだってなったのあるかもしれないじゃあそれにしましょうそうですねということで今週はそろそろ以上で終わりですけどもんか最近そしさんが出歩,くなか出歩かなくて俺が出歩いてるなそうね そう、割と出歩く機会が増えてやっぱ車あるとなんか出歩こうって気になるないや、結構この方前やけど <laughs> <laughs> ようやく車をこう乗ろうかなっていう気持ちになってきたというかちょっと乗した時に車に乗ってみたいなああい。多ん来週は映画になると思う何見ろ新ウルトラマンああもうそんな時期うんえもうちょいあとじゃないえ新ウルトラマンゴールデンク中だからもう公開でよ見に行こうえどうしよう お前の意見と俺、の意見がバチバチチやったら <laughs> 俺後悔せんかもしれん、ムカつきすぎて。シン・ウルトラマンでそんな意見が互い。シン・ゴジラ楽しめたらシン・ウルトラマンも楽しめる。俺はないや俺もシン・ゴジラ楽しめたわい。いや、シン・ゴジラ楽しめたからそうやと思って行ってみたらみたいな。全然シン・ウルトラマン違ったわ、俺の解釈と。怪獣が CG すぎてさとか。<laughs> 俺ぐるみで特撮でやるようなもんやと思ってたからいやいや CG やからないや俺結構、うん、あのしかも期待値高いからな新ウルトラメマ予告編とか見てだいぶ高いからな期待値俺ちょっと下がったわあっほん予告編か特撮マニアの人形をうまく使ってやる感じなんやろうなっていうなんか昔さ巨神兵がなんか東京役みたいなさショートムービーみたいなあああったと思う、うん、俺あんな感じなんかなって思ってた ははははいはいはい,はい、はい、あれも人形をさうまくとってさそう、ね、ちょっとチャチい,いけどなんか技術が特撮っぽくなうんああいう感じかなと思ってたらガンガンに CG やったからあららららって,思ってるらああほんとから今ちょっと期待値低いねじゃあ逆にそういう方があれかもななんかよくなかったわってなるかもなえだから逆やん逆お前も期待値高い分ボロクソにああ期待してたのに全然だったわあのパターンねそうで俺がイライラして 編集せずに投稿します。今日です。<laughs> <laughs> まそれはないけど。じゃあ俺あのもう一個の方見に行くわ。シン・ウルトラマンじゃない方。いやそうそうそうウルトラマン見に行ってくれよ。ああ本当？ちゃんと編集するって。ちゃんと映画の話してな。いつも映画の話してるよ。こいつかえ俺映画じゃない話したことあるか？映画,の話映画館の話たまにするよ。<laughs> 隣の客がさみたいな。<laughs> それも含めて映画の感想やん。そうか。<laughs> 映画の感想ってそういうのも全部その時の一緒に見てる人たちも含めた感想や、ね、映画ってもうそれ言い出したらお前アマゾンの宅配が遅かったので星一つですと一緒やでああなるほど余計なことでレビューの感じが変わってるっていうことねいやめちゃくちゃいい人がいてめちゃくちゃ評価がそれでレビューが上がる可能性もあるじゃあそれもよくないね逆にだから <laughs> 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 そういうのはいらんだよそんなに人の環境によるから 隣のおじいさんがすごく親切な人でめちゃくちゃ楽しく映画を見ることができました逆にそれでレビューで話してたらおもろいけどななので90点ですとか言って <laughs> <laughs> もう映画のレビューとしての信憑性はほぼないけどなそうなってきたらもう人によるんやこいつっていういやだからなかシングルドラマンあと1本何 1> あと1本ねなんかムビチケもらったの珍しく、うん、見てきてくださいって言ってあのー やべ名前出てこなくなっちゃった広瀬すずとあ広瀬アリス、広瀬アリスと、うん、俺の好きなあの細マッチョの人お前の好きな細マッチョ知らんねん俺の好きなコロノ好きのの、あの細マッチョあ松坂桃李あ松坂桃李そう松坂桃李とあの広瀬イケメンとかじゃなくて細マッチョって言うんや <laughs> 松坂桃李のこと松坂桃李と,松坂通りとその広瀬アリスが出てるへえ<ー>食べちゃんとかも出るやつでなんか 有名な有名な監督か有名なあ有名な監督有名な監督怒りとかの監督かなあーはい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 ちょっとなんか一風変わった、えー、ラブストーリーみたいなやつらしいねんけどそれがちょっと面白そうだからムビ式もらったしそれも見ようかなと思ってる中でどっちにしようかなって考えてたあの作品を紹介っていうかあの作品っていう時主演をさすぐ説明しちゃうやんう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 ん、うん、俺あんまよくないと思うねんなそれ どういういことまず出てくるのが主演やんかこういう話の時ってああまあそうねじゃなくて監督とか脚本家をまずあげるようにならないとあかんと思うねピンとくるでも監督脚本まあ監督はまだわかるわ脚本家聞いてピンとくるあの作品の脚本やってるどれみたいなそう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 ああ<ー>どんどん出てこないとあかん気がすんでんけどななるほどななんか主演で別に何色にでも染まるやんか あーなるほどなるほどそういうの俺らの方から直していこうじゃないかってことやそう特にお前なんて映画とかいっぱい見てきてさ詳しいって自負してるんやからごめんごめんしかも広瀬アリスや広瀬すずやったわ <laughs> 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 めちゃくちゃすまなもうええヒロセアリか広瀬アリスだとしっかり広瀬されただと思ってたわもう見つけてもらった程度やからなそんな味もないから <laughs> いやでも食べちゃんとかも出んねん横浜流星とかまた出演者の話してるだからないやねんで原作がすごい,い,いベストセラー、うん、2020年の,の本屋大賞の傑作ベストセラーになった作選ばれ大賞,大賞受賞したっていうすごいなんかいい、ね、うんうんうんいい原作やね出演者で選ぶそもそも今まで選ばなかったけど松坂桃李は基本的に見ようと思ってる <laughs> パンやん <laughs> ハハハハ今までそういうさ、ファンがキャッキャしてる映画とか大酷評してきたやんか。もちろんやで。いや、俺別にファンが松坂通りでキャッキャしてるわけじゃないやん。いや、もうキャッキャしてるで、お前。松坂通りが出てたら、結構当たりの映画のことが多いから、安心して見に行けるなっていう感想な。今正直、キャッキャしてたね俺なり、今、通り君って言ってた。通り君キャッキャって言ってた。いや、もうほんま、通り君って言ってる女の子と同じ顔して、松坂通り出てたら見ようと思って。 <laughs> 絶対そんなことない考えすぎやって思い込みの力やってそれそうでも俺松坂とおり嫌いやで嘘もう恥ずかしいわお前もう男子小学生かよお前えお前ぶトくのぶトく好きなのって言われると思ってんのか <laughs> いや俺の今までのこの映画レビューの信憑性が崩れ根底からそんなないって信憑性めっちゃかっこよくない松坂と通り <laughs> すごいかっこいい,ないあの、ファンのファンのスレ言ってくださいい。通りくんめっちゃかっこいいよなかっこいいけどで今度のそのルノーズキとりくんがちょっとなんか通りくん言てん犯人役やね通りくんが女子誘拐犯としておうおうおおおで誘拐したその女の子と結局女の子と引き剥がされて、うん、二人は誘拐はしてんだけど二人はすごいなんかあのいい関係でい,けたいったんやけどうん でも2人は結局引き揚がされて、警察に見つかってね、うん、捕まってね。で、その後、その誘拐された女子が大人になって、またそのまさかとり君と再会するんだよ。うん、でそこから始まるなんかあのラブストーリーというか、お互いこう心に抱えたものがあってのラブストーリーみたいな話なんだけど、面白そうだなと思って。うん面白そう。で,すうん、でしょうん。じゃあ、じゃあ、また次回。さよなら。さよなら。